こんばんは。東大阪新聞チャンネルの時間です。第2週は私、東大阪新聞の社長の小野元裕がキャスターを担当します。本日は小野山満様を、お招きしてお届けします。小野山さんはなんと世界140カ国以上を歩いて、そして世界中の、人々との出会い、そして、取材を、する中で、まあ、フリージャーナリストとして、本を3冊出版。で、一番最近の本が、ドニエプル出版から、出ています生きる力。まあ、混迷した時代にどういうふうにしてこう力強く生きていくかっていうのがテーマで、チェルノブイリ、そして福島、さらにはインド、マダガスカルの取材を、終えて、本を出版しました。では早速ですけども、今日はよろしくお願いします。あ、お名前でございます。よろしくお願いします。世界140か国、この歩く、きっかけはどういうことだったんですかね。まずはこれ1965年にちょうど日本政府がね、はい、日本人の海外、旅行というか、を自由化したわけなん でその機会を捕まえましてね、はい、社会人になるとなかなか長期間にわたってねふらふら旅行するの難しいだろうということで、ちょうど大学の4年生の7月だったんですけれども3ヶ月間かけまして、ロシアの船ですね、横浜から名護とかに乗って、はい、で一部シベリア鉄道を乗って、当時はソ連だ、ソ連ですね、旧ソ連の船です、はい、はい、そうでございます、はい、それでそこからヨーロッパに抜けましてね、国際列車で抜けて、でもヨーロッパ内は当時はヒッチハイクっていうのは若い人は比較的安全でね、まあ、無料で、旅ができましたから。怖くなかったですか？いや、犯罪に巻き込まれるとか、いや、そんなことは一度もないですね。そうですか。まあ、今だとやっぱりちょっともうやるべきでないと思いますけども、はい、なるほど。まあ、そういう中でまたお仕事をするようになって海外に出ることが非常に増えたんですね。あ、そうでございます。お仕事はどういうお関係？化学会社に入りましてね、はい、主に、まあ、農業化学品の製品を扱ってまして、入社して、7年目ぐらいにですね、うん、ちょっとアメリカの大学に、まあ、留学する機会があって、その後まあバンクーバー、カナダの方の、まあ、大学院、ビジネススクールにも行きまして、それで、まあ、帰国した後ですね、ほとんどが、まあ、海外の仕事をいたしまして、なるほど。それで、まあ、結婚して間もなくですね、はいはい、ブラジルの、はい、リオデジャネイロにですね、はいはい、3年間勤務しました。結構長いですね、3年ですね。はい、はい、一番ブラジルが長かったんですかね、今まで。いやいや、それからブラジルからですね帰りまして、はい、5年ほどしてですね、はい、今度はロンドンに行けということで、ロンドンは4年間おりました。はい、ほんならまあ、いわゆるヨーロッパから、こう南アメリカまで幅広くこう行かれてますね。はい、まあ、今回それで、3冊目はこの生きる力でチェルノブイリに行かれたということで、はい、このチェルノブイリはどんなところでしたか？私去年の5月に、10日間ほどウクライナに行きまして、はいはい、まあ、目的はチェルノブイリの、まあ、原発の跡をですね、はい、ぜひ、まあ、見学したいということと、それでそういう中で被害者の方に、はい、お会いいたしまして、まあ、インタビューをですねしまして。被害者ということはチェルノブイリの原発の被害者ですか？そうでございます。はい、具体的に言ったらどういう方とお会いされましたか？まあ、その当時ですね、例えばアンナさんという方は、はい、その当時まだ小学校 小学校の生徒だったんですけれども、まあ
今でも生々しくですね、その当時のことをお母さんに連れられて、ちょうど事故が起こった3日目にですね、バスで、キエフの方にですね、強制、移動というかしたという話を聞きました。はい、でその時強制移動させられ、したと思いますけども、内容は分かってないですかね。これは原発が爆発したという。当時の旧ソ連はですね、ゴルバチョフ首相が、あれだったんですけども、彼はね、海外にもそういう原発事故が起こったということをね、隠してたというか一切報告しなかったんです。正確にちょっと何日目かちょっと覚えてないんですけども、事故が起こってから1ヶ月後だったと思いますけど、それぐらいに、そんな長く。それでこれはね、ちょうど事故が起こって3日目にね、スウェーデンの、原子力発電所でですね、どうもおかしいと。そんな遠くで分かるんですか？いや、あの事故もですね、福島よりは、あるいはレベル5、5なんですけども、やはり放射能がですね、旧ソ連一帯からスカンディナビアで他のヨーロッパ、しかもアメリカ、それから日本も当然ですね、数千メートルの上空にもですね、放射能が飛んできたということで、はい。で そっちでこうおかしいということが分かって、ソ連も発表したということです。そうでございます。なるほど、ね。そしたら、他にはどんな方の取材されましたか？工場で、働いておられた方、一人は、その原発の安全管理の方と、それから運転員の方2人、3人の方とインタビューをさせていただきました。実際そのチェルノブイリの原発で働いてからですね、どんなお話されましたか？一人の方はね、その日は、非番だったんですけれども、急に現場からね電話がかかってきて、なんか火災が起きたらしい、上司の方もその詳しいことは知らなかったんだと思いますけれども、夜中でもね消臭がかかるかもわからんから、その時はいつでも出社できるようにねしてくれという電話があったと。運転技師が。そうでございます。その日はたまたま非番であったんでしょう。はい。なるほどね。で向こうには、なんかこう団体のところにこう訪問されたということをお聞きしましたけども、何という団体ですかね？実はですね、私、日本ウクライナ協会に入ってましたんで、現地に、いろんな慈善団体もあるし、それから、お医者さんを多く入れてですね、世話してるっていうか、随分たくさんあるようですけれども、ゼムリャックというですね慈善団体、わずか5名でですね経営されてるんですけれども。どんな活動されてるんですか？その、ゼムリャックはね、ウクライナは、社会主義国家ですから、お医者さんに見てもらったり、以前はそうですよね、そういうのは無料なんですけどもね、その以前の薬代だけがですね有料なんですよ。そう、以前のねソ連時代の名残があるんですね。そうでございます。で随分被爆者もいまだに苦しんでおられるということでね、でそのゼムリャックが
登録されている患者さんに対してですね、薬をね無償で、まあ、出されている団体でございます。その資金源はどこから来てるんですか？それはね、ほとんど寄付を頼りにね、されてるんですか？はい、それはウクライナの国内でしょうか、その外国からですか？両方でございます。で、国内はね、はい、まあ、もう当然、ウクライナでも、まあ、かなりその余裕のある方はね、寄付はされるんですけども、なかなか集まらないと。で、どうしてもそのがんの薬っていうのは非常に高いですからね。あ、そうですね。はい、まあ、日本でもそうですよね。そうでございますね。それで、まあ、時には新聞社を通じてですね、まあ、記事も載せてもらってお金を集めるとか。ところがもうそれだけじゃもう到底間に合わないということで、まあ、海外ですね、あちこちから、まあ、支援を受けておられるということで。これどれぐらい経費がかかるものですか？その例えば子どもたちが、子どもたちは甲状腺のがんが多いですね、はい、はいはいはい。で、どれぐらいの費用がかかるのかなと思って。まあね、1回のがんのその薬代がですね、まあ、1万とか2万円ぐらいというふうに聞きました。それはウクライナのその月収を考えたら しんどいですね。そうですね、だいたい月収もまあ2万から5万ぐらいの間のように聞きましたし ね、それからまあ年金ですね、年金も平均的には 2,3 万でございます。その年金の 2,3 万だからがん治療は1万っていうのは、そう普通だったらできないですよ。できないですね、はい、それはもうそれは家賃とか光熱費、食費入れたらそれできないですね。そうです。その、支援団体はやっぱりそのいわゆる寄付金が欲しいんじゃないですか？そうなんですよ。それでまあちょうど私、まあ本をね、はいはい、まあ、生きる力っていうのを今年、3月に、発刊することができたんでですね、でその時にちょっとそのお話をしてですね、まあ、ちょっと待っていただければね、まあ、この本どれぐらい何冊売れるかこれは分かりませんけれども、本の売上金とか一部本屋さんで売ったものは、まあ、印税中の入りですから、はいはいはい、それを全額ね、こちらに寄付したいと、全略に寄付させていただきたいというお話をさせていただきました。喜んだでしょう。もうねえ、はい、それ喜びやりますね。この前、実は出版記念会を開きまして、はい、米山さんの人脈の広さを、人望のね、広さを、厚さを、お持ちしたわけですけども、生きる力ということで、新郎部入りの取材から、福島原発の問題提起とで、60人以上が集まって、おかげさまでたくさんの方に いただきまして、でこの時にありましたが、その福島も取材されたんですね。はい、福島は去年2度、現地訪問しております。で、まあ、この地上で、非常に、まあ、核の、ね、脅威を浴びたのは、まあ、広島、長崎、福島、そしてチェンノブイリと言われますけども、まあ、広島、長崎はまあ戦争ですけども、この福島、そしてチェンノブイリはまた、戦争でないことでこうなりましたけども、我々はそのチェンノブイリの教訓を生かせてたんでしょうか、生かせてなかったんでしょうか。まあね、いろんな意見はあると思うんですけれども、私は、まあ、残念ながらね、日本が54基の、ね、原発を作ってて、はい、安全、もう事故は起きない、原発は安全なんだということでね、ちょっとチェルノブイリのね、あの悲劇の教訓はね、学んでなかったんじゃないかなと思います。学んでないと。はい、それはね、
例えばですよ、はい、福島でああいう水素爆発が起こった時に、はい、まず最初にフランス政府の方からね、うん、溶土剤、はい、子供のまあ甲状腺ですね、はいはい、の薬ですね、はい、で、まあ、日本にはその溶土剤を現場とか各市町村にですね、錠剤の用意はしてなかったんですよ。それでフランス政府がね、飛行機ですぐ持ってきましょうかと言った時に、日本政府はあの時断ってるんですよ。まあ、なぜ断ったのか未だに分かりませんけどもね。理由は分からないですか？分かりませんね。それからね、まあ、もちろん溶土剤をですね、現場でその用意していくっていうのはもう原発がある場所だったら当たり前のことなんですよ。それからね、まあ、私思うんですけれども、ああいう事故が起こった後のね、避難の仕方、まずかったですか？私はまずかったと思います。ウクライナの場合ですね、はい、ウクライナの場合はね、まあ、旧ソ連はその原発で、まあ、事故があったと、火災を起こしたんだと、一切放射能がですね、全世界散らばっているということは言わなかったんだけれどもね、まあ、隠しだね、言わなかったんだけれども、2日間でね、もうモスクワだとかキエフだとか周りの都市から、大型のバスをね、3000台ぐらい集めまして、3000台ですか。それで3日目の午後にですね、3日目ですよ、はい、3日目の午後に安全な場所に避難させた、うん、それで、まあ、当然そういう病、まあ、原発の被害者ですから、その受ける、まあ、病院とだとかね、あるモスクワだとかキエフですねに移動させて、それでまああのまあアパートも住むところもですね、空いてる部屋へどん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 入れていったというかね、非常にね、そういう処置は非常に早かったと思うんですよ。なるほどね。ところがね、日本ではまあ、そういう公共のマイクロバスだとかそういうのを調達してね、まあ、もちろん県内はじめ県外でもですね、そういう避難者を移動することもやらなかったんですよね。で結局はみんな、まあ、車をお持ちですから、その車をまあ、小型の車であってもね、各家庭に、まあ、2台ぐらいある家が多いじゃないですか。それが一気にですね、その町、自分の村から出ようとしたら交通渋滞を起こしちゃってね、まあ、日本の場合はもちろんウクライナとはね簡単に比較できないと思うんですけれども、私が言いたいことはやはり一日も早くね、その放射能をそこを降ってるということは分かってるんですから、その汚染地域から住民をですね安全な場所に移動するというね、行動が日本政府としても、そこのまた各地域原発のね、福島の中のね、公共の役所もですね、そこまでね迅速な、まあ、態度を示さないね、はい、で、まあ、そういったインド、チェルノブイリから学んでない福島ですけども、はい、福島にも行かれたんですね。はい、はい、福島は どんな、取材をされたんですか？福島ではですね、本当はもう少しこの一部汚染地域もですね、入って、見たかったんですけども、
もうそれは各まだ禁止地域には警官も立っておりますしね、中に、入ることはできませんでしたけれども、それでも3人の方とね、現地でインタビューをさせていただきました。特にこうどんな方にインタビューしたの？一人はね、天理教のね、方、教会長さんですか？そうでございます、方、それから相馬市で、市町村から頼まれてね、復興のあれを、除染やれしたりしてですね、住民はほとんど帰ってないんだけれども働いている人は結構、いらっしゃるんでね、そういう方の食堂ですね、食堂を開いてほしいということで、その食堂には訪ねて、そこでも昼ご飯を実はごちそうになったんですけども、その方とね、話をして、その当時、どのようにその行動されたかね、そんな話を聞いたりいたしました。で、実際そういう方の、その、被災者のね、方のお話からどういうふうに受け止められましたかね。そうですね、やはり東電だとか政府からね、そういう、放射能のその事故の内容について、もっと早くね、迅速に情報をね、そうですね、知りたかったということは皆さん言っておられたんですね。なるほど、ね、やっぱりその状況がどういうふうになっているかによって自分の行動が決まりますもんね。そのではそのチェルノブイリと福島をね、取材をされて、今ね、企業から企業を卒業されて、今はフリージャーナリストとしてされてますけども、その生きる力はどういうところから出てくるんですかね。生きる力という、這い上がっていくチェルノブイリ、そして福島とかね、今はゼロあるいはマイナスの状態だと思うんですよね、ですからこれからどういうふうにして立ち上がれば分かれるんですかね。また我々どのようなサポートができるか、難しい問題だと思うんですけどもね、やはり当初はね、生活も全部全て失われてますから、そうですね、やはりせめて快適なね生活が送れるような住居も迅速にね、用意するとか、それとかお子さんいらっしゃる場合は学校の問題とかありますからね。で、悲しいかな、日本で随分他府県に、行かれた方が学校でいじめをね受けられたり、随分新聞市場でもね出ておりましたですけれども、やっぱし、ああいう大きな災害、特に、原発放射能というね、ああいう、未知の世界ですね。そうなんですよ。それに対してなるほど、そのみんなに満足のいくね援助をすぐするということは、これは難しいのは分かってますけれども、やはりそのまずは放射能の汚染地域から安全な場所にね、やっぱし移してあげるとという、それが一番重要なことだと思いますけどもね。なるほどね。で、最後になりますけども、そのインドとかマダガスカルっていうのはね、これまた非常に、珍しいところですね。インドはお好きですか？大好きですね。私今でも25回行ってるんですけど、ね、25回ですか。
まあね、インド人っていうのもどこが私も2回実は、ね、あ、そうですか。まあ、あの、まあ、良さは分かってるつもりですけど、まあ、25回行った人には負けます。いやいやいや、まあ、あの非常にこう多様性のある国ですから、あ、そういう中でね、まあ、ヒンズー教徒が、はい、まあ、82% ぐらいですね、一番多いんですけどもね、やはり、ああいう仏のその教えというかね、ちょっと我々日本人ではその考えられないような、例えばね、ちょっと言葉で言い表すのは難しいんですけれども、そうですね、いろんな、その私インド人とも、まあ、数百人の人と話はしてると思うんですけどね、まあ、友達の、そうでございます。でそういうインド人がね、はい、貧乏であってもやっぱ幸せさを感じてるんですよ。でそれはね、まあどういうんですか、タルを知るですかね。そうですね、もちろんね、嫌なこともあるでしょう、それから失うこともありますけれども、ただ毎日の生活の中で、自分が得られること、新しい、まあ、知識をはじめね、はいはい、ね、はい、その得られることがによって、そこにそのまあ一種の幸せ感というかな、なるほど、感じられるというふうなことを聞きましたしね。それはインド人っていうのはね、私その日本人以上にね、非常に親切でね、親しみ深いし、情があるわけですね。そうです。もうね、例えばね、まあ、インドの特に大都会だったら、大通り渡るのも危ないんです。車が非常に多くてですね、信号も、まあ、あるところとないところありますけど、あっても、まあ、なかなか信号を守ってくれないということもあるんですけどもね、そういう時にね、例えば年寄りの人がね、はい、そういう大通りを渡ろうとするとね、私は数回そういう光景を出くわしてるんですけども、はい、どこからともなくね、若い人が 3、4人ね、はい、現れてね、その年寄りをね、向こう側へこう両側からこう抱えてね、優しいですね。もうね、ホスピタリティーに、まあ、そういうのはね、もちろん、まあ、日本でもね、そりゃあるかもしれないですけども、まあ、なんかインド人にはね、要するにちょっと困った人なり、そういう場面を見たら、なんか自発的にね、こう助けてあげるんだというね、なんかそういうね、ものがあるように思います。なるほど、はい、まあ、ちょっと時間ないんですけど、はい、マダガスカルって日本から珍しいですよね。まあ、マダガスカルはね、はい、私、まあ、3度行ったことあるんですけれども、はい、まあ今から65年ぐらい前に初めて仕事で行きました時はね、まあ、当時はまだ緑の口と言われてね、はい、まあ、森林のね、国土の面積が 75% ぐらいあったんですけどね、はい、ところがね、4年前に、はい、2度目に行きました時がね、驚くことなかれ 7% です。うわ、それはね、しかもね、悲しきかなね、そういう森林破壊したのはそのブラジルのアマゾンだとかインドネシアのね、うん、森林の問題と違って、あれはその外国資本、まあ、日本もそうなんですけど、丸太を切って帰ったりね、丸ボートにしたんですよね。ところがマダガスカルはね、国民がね、してしまったんです。それはね、
マダガスカル人はお米を3食食べます、はいはい、でそのお米を炊くのに、まあ、朝とか夕方ね、薪がいるんですね、はい、その木をね、まあ、切ったのが始まりでね、そのうちに炭焼きを覚えて、山の木を切ってはいけない、マダガスカル固有の木であっても切ってですね、それが原因なんですよ。まあ、非常にね、このチェンノブイリ、福島、そしてインド、マダガスカル、こういった多岐にわたるところから、まあ、我々どのようにして生きたらいいかというね、ことをこれ学べるいい本ですね。それが今、書店でね、好評発売中ですので、ぜひお近くの書店で、手に取ってみてください。歌手の加藤登紀子さんが帯の文章を書いてますんで、はい、それでね、はい、まあ、最後に私、まあ、今回本は、まあ、売上金だとか、それから、まあ、印税とか、あ、まあ、それはもう全額ね、はい、先ほど言いましたゼムリャックの方にね、寄付することに、ね、はい、決めておりますので、はい、まあ、よろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。どうも、はい、小野さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。